スマイルプリキュア、レッツゴーメルヘンワールド。スマイ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 プリキュア、レッツゴー。不思議図書館へようこそ。不思議図書館の中は3つの向きから見られるから、見たいところを選んでタッチして。向きを選ぶと画面が切り替わって、その場所にいるうちらが選べるようになるから、話をしたい相手を下の画面から選んでや。話し相手とはおしゃべりや絵本を読んだりできるから、いろいろ試してみてな。他にも手に入れたデコルを見ることができるよ。ゲームをやめるときは画面の左下にあるボタンをタッチして。以上が不思議図書館でできることの説明です。ゲームを進めるとできることが増えますから、いろいろ私たちに話しかけてみてくださいね。それはこのお城のお妃様です。鏡の答えを聞いてお妃はとても満足でした。ところが幼かった白雪姫が美しく育ったある日のこと。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰かしらとお妃が聞くと、それはこのお城の白雪姫ですと鏡を答えるのです。お妃が何度質問をしても鏡の答えは変わりません。怒ったお妃は白雪姫を遠くの森に追い出してしまいました。お妃は言います。これでまた世界で一番美しいのはこの私よ。あはっはっは、森に置き去りなんてひどいくる。本当に綺麗な人は心も綺麗なんだから、こんな
ことしちゃダメだよね。それじゃあ続きを読むよ。一人ぼっちの白雪姫はどうしてよいかわかりません。そこへ森に住む七人の妖精さんたちが通りかかりました。なんてことだ、こんなところに女の子がいるぞ。驚いた妖精さんたちは白雪姫を家へと案内しました。そして白雪姫は妖精さんたちの家で暮らし始めたのです。白雪姫、なんとか助かったくる。よかったくる。妖精さんたちとの暮らしはとっても賑やかで楽しそう。それじゃあ続きを読むよ。白雪姫は毎日掃除や洗濯をして楽しく過ごしました。妖精さんたちもとても喜んでくれるので白雪姫は幸せでした。おとぎ話に出てくる女の子ってみんなお家の仕事が得意だと思わない？言われてみればそんな気がするくる。多分それはね、得意だとみんなをハッピーにできるからだよ。それじゃあ続きを読むよ。今日も白雪姫はお部屋の掃除を始めます。ところが今日はなかなか掃除が終わりません。困ったわ、このあとお洗濯とお料理もしないといけないのに。一生懸命にお部屋を掃除する白雪姫でしたが、お部屋は少しもきれいになりません。白雪姫はだんだん嫌な気持ちになってしまいました。そうよ、お掃除したってどうせすぐ汚れるじゃないの。お洗濯だってお料理だって毎日やっても楽しくないわ。そして白雪姫はついに何もしなくなってしまったのです。なんか変だよ、白雪姫ってこんな女の子じゃなかったと思うけど、もしかしたらバッドエナジーの影響でお話が変わっているかもしれないくる。このままじゃ白雪姫がダメな女の子になっちゃうくる。そんな、どうしよう、私たちが何とかしてあげないと。白雪姫のお掃除を手伝ってあげるくる。部屋がきれいになれば白雪姫も元に戻るはずくる。そうか、きれいな部屋を見れば気持ちも明るくなるもんね。よし、バッドエナジーごとお部屋をきれいにしちゃおう。ちみもプリキュアを手伝ってあげるくる。準備はいいくる。では始めるくる。遊び方の説明を見るくる。ゴミで散らかった部屋を急いで片付けるくる。ゴミにはタッチで消せるもの、こすって消せるもの、ゴミ箱に運ぶことで消せるものがあるくる。なるべく早く片付けて部屋をきれいにするくる。お掃除が早く終わる方が成績が良くなるくる。よーい、スタート！ハッピー！うまくいったね！
綺麗にできたよ。手伝ってくれてありがとう。これでお話が少し元に戻ったはずぐる。でもまだどこかにバッドエナジーが残ってるぐる。きっともっと先のお話なんだぐる。よし、早くバッドエナジーを浄化してウルトラハッピーな絵本に戻そう。それじゃあ続きを読むよ。一方お城ではお妃がまた魔法の鏡に聞いていました。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰かしら。それは森の中の白雪姫です。なんですって？お妃が驚いたのは言うまでもありません。悪いお妃に白雪姫が見つかっちゃったくる。お妃様は何も変わってないみたい。白雪姫が心配だな。それじゃあ続きを読むよ。白雪姫、まだ生きているのね。お妃はおばあさんに変装するとリンゴを一つ持って出かけていきました。コンコン、あら誰かしら。妖精さんたちの家で留守番をしていた白雪姫はドアを開けてみます。すると外に物売りのおばあさんが立っていました。こんにちはお嬢さん。あらおばあさん、どうかなさったの？白雪姫が尋ねると、美しいお前さんに贈り物だよ。おばあさんはそう言ってリンゴを一つ白雪姫に渡しました。キャンディーもリンゴ食べたいぐる。おばあさんにもらってくるぐる。ダメだよキャンディー。続きを読めばわかるけど、あれは危ないリンゴなの。それじゃあ続きを読むよ。ありがとう、美味しそうなリンゴね。ところがリンゴをかじった白雪姫は途端にバタンと倒れてしまったのです。今度こそ世界で一番美しいのはこの私だよ。おばあさんに変装したお妃は高笑いをしました。しばらくして仕事を終えた妖精さんたちが帰ってきました。白雪姫、どうしたんだい？白雪姫を見つけた妖精さんたちは何度も声をかけましたが、とうとう白雪姫は目を覚ましませんでした。キャンディーも危なかったぐる。でも白雪姫は食べちゃったんだよね。そうぐる、白雪姫は呪いにかかっちゃったぐる。もう目覚めないぐる。誰か助けに来てくれるといいんだけど。それじゃあ続きを読むよ。悲しんだ妖精さんたちはガラスの棺に白雪姫を寝かせて森の中に置きました。白雪姫とずっと仲良しだったくる。助けられないのは悔しいくる。それじゃあ続きを読むよ。それからしばらく経ったある日のこと、森を訪れた隣の国の王子様が棺で眠っている白雪姫を見つけて言いました。美しい娘だ、どうして目を覚まさないのだろう。この様子を見ていた妖精さんたちが呪いのことを王子様に話すと、みんなでお祈りをしてみましょう。もしかすると呪いが解けるかもしれません、と王子様は言いました。こうして王子様と妖精さんたちは力を合わせて祈りました。しかしなかなかうまくいきません。みんなの心を一つにすることはとても難しいことなのです。王子様と妖精さんたちは白雪姫を助けるために頑張りましたが、白雪姫の呪いが解けることは最後までありませんでした。
白雪姫助からなかったくる。かわいそうくる。ちょっと待って、白雪姫が助からないなんておかしいよ。おかしいくる。はあ、まさか。大変くる。絵本がバッドエンドにされちゃうくる。なんとかしなきゃ。どうすればいいの、キャンディ。変身するくる。プリキュアの力を分けてあげるくる。わかった、変身だね。お話を元に戻すために一緒に頑張ろう。スマイルパクトにキュアデコルをはめるくる。プリキュアスマイルチャージ。遊び方の説明を見るくる。向きがバラバラのパズルピースを元に戻すくる。ピースをタッチすると左と右に回せるから、できるだけ少ない回数で、左にあるお手本と同じ絵にしてほしいくる。回した数が少ない方が成績が良くなるくる。よーい、スタート。もうちょっとでクリアできる。ハッピー。しました。やったくる。白雪姫が目を覚ましたくる。お話が元に戻って呪いが解けたんだ。やったね。このままハッピーエンドに一直線くる。それじゃあ続きを読むよ。みんなどうしたの。白雪姫が不思議に思っていると、
妖精さんたちが説明をしてくれました。あ、王子様ありがとうございます。白雪姫がお礼を言うと、王子様は優しい声で言いました。美しい姫、どうしてあなたは森で暮らしておられるのですか。白雪姫は悲しそうに答えます。実はお城のお妃様に追い出されてしまったのです。すると王子様は白雪姫を連れてお城へと向かい、悪いお妃を追い出しました。そして王子様は白雪姫と結婚式を挙げたのです。白雪姫は王子様や妖精さんたちといつまでも幸せに暮らしました。めでたしめでたし。幸せいっぱい、まさにウルトラハッピーなお話だったね。おめでとうくる。新しい遊びができるようになったくる。遅くまで起きてたらあかんで。バッドエナジーの力で変わってしもたお話を元に戻すのを一緒に手伝ってな。それじゃあキャンディ頼むで。この絵本は大人にならない妖精さんたちのお話くる。この絵本にはバッドエナジーがかかっているくる。そのせいでお話の内容が変わってしまっているくる。それ大変やん。うちらはどうすればええの。お話を読んでいてお話がおかしくなっている場所を見つけるくる。そうしたらプリキュアと協力してお話を元に戻してほしいくる。よっしゃ、絵本を元に戻すために一緒に頑張ろうな。ほんなら読んでいくで。ピーターパン。イギリスのロンドンという町にウェンディという名の女の子がいました。空想が大好きなウェンディは毎日空を飛ぶ夢を見ていました。そんなある夜のこと、ウェンディの部屋に二人の妖精が飛び込んできたのです。あなたたちは誰？ウェンディが尋ねると、僕の名前はピーターパンさ。ピーターと呼んでくれ。そして私はティンカーベルよ。ティンクでいいわ。と、二人の妖精は答えました。僕らは知ってるよ。君が毎日空を飛ぶ夢を見てるってこと。その夢、私たちが叶えてあげるね。ティンクはそう言うと、ウェンディに魔法の粉を振りかけました。するとなんとウェンディの体が宙に浮かんだのです。粉かけると浮かぶっちゅうのはどういう原理やろか。不思議くる。ほな続きを読んでいくで。わあ、すごいわ。驚くウェンディにピーターが言いました。さあ一緒にネバーランドまで飛んでいこう。3人は手をつなぐと夜の空へと飛んでいきました。空を自由に飛ぶのは気持ちよさそうくる。うちらプリキュアは高くジャンプできるだけやからな。うらやましいで。ほな続きを読んでいくで。ネバーランドへとたどり着いたウェンディ。そこは子供だけが入ることのできる夢の国でした。ところがピーターが門を開けようとしても門はピクリとも動きません。門が開かないくる。き
とお留守くる。いや、ネバーランドは国やろ、留守っちゅうことはないと思うで。ほな続きを読んでいくで。ピーターがよく見ると門にはメッセージが書かれていました。ネバーランドの門は魔法で封印した。もう二度とここに入ることはできない。フック船長が門に悪さをしたようです。ピーターとティンク、そしてウェンディは魔法を解こうと力を合わせました。しかし魔法は強力でなかなか解くことができません。ちょい思うんやけど、フック船長の出番早すぎやないかい。もしかしたらバッドエナジーの影響でお話が変わっているかもしれないくる。このままだとみんなネバーランドに入ることができないくる。なこったろうと思ったで。どないするキャンディ。ピーターパンたちと力を合わせて魔法を解くくる。チミもプリキュアを手伝ってあげるくる。準備はいいくる。では遊び方の説明を見るくる。向きがバラバラのパズルピースを元に戻すくる。ピースをタッチすると左と右に回せるから、できるだけ少ない回数で左にあるお手本と同じ絵にしてほしいくる。回した数が少ない方が成績が良くなるくる。よーい、スタート。クリア重くないやで。うちも応援してるから頑張りや。やるやんか。クリア重くないやで。うちも応援してるから頑張りや。なんとか解けたな。手伝ってくれてありがとう。これでお話が少し元に戻ったはずくる。でもまだどこかにバッドエナジーが残ってるくる。きっともっと先のお話なんだくる。続きを読んでみるくる。任しとき。残りも気合い入れて読んでいくで。ほな続きを読んでいくで。ウェンディはネバーランドの子供たちと毎日仲良く遊びました。ネバーランドには大人がいなかったので、ウェンディはみんなに勉強を教えたり、お裁縫をしたりしてお母さんのように振る舞いました。そんな幸せなネバーランドをよく思っていない人がいました。ピーターのライバル、フック船長です。彼はネバーランドの子供たちをさらおうと考えていました。しかしピーターがネバーランドを守っていたので、なかなか手を出せずにいたのです。ついにフック船長の出番やな。怖そうなやっちゃで。さっき門に魔法をかけて動かなくした悪いやつくる。ピーターパンとの激しいバトルが楽しみや。続きを読んでいくで。そんなある日のこと、ピーターとティンクが冒険をしにネバーランドから出て行きました。くる？ピーターパンが出て行っちゃったくる？ P
ピーターパンの子供やからな、割と自由な感じなんやな。ほな続きを読んでいくで。これを知ったフック船長は海賊船に急いで乗り込むと、子供たちをさらいにネバーランドへ攻めてきたのです。フック船長、何をしに来たの？ウェンディが子供たちを守ってフック船長に立ちはだかると、フック船長は片手の鍵爪をギラリと光らせてこう言いました。目障りなピーターはいないのだろう。おとなしく子供たちを差し出してもらおうか。そんなことできるわけないじゃない。では戦うか。傷つくだけ損だぞ。睨み合うウェンディとフック船長。ああ怖い。ピーターもティンクもいないし、一人じゃどうしようもないわ。怖くなったウェンディはフック船長に道を開けてしまい、子供たちはみんなさらわれてしまいました。あかん、子供を置いて逃げたらあかんで。バッドエナジーくる。だからウェンディがあんなに弱気になってるく。なんとかせな。どうすればええの、キャンディ。変身するくる。プリキュアの力を分けてあげるくる。よっしゃ、変身してガツンとやってやろか。スマイルパクトにキュアデコルをはめるくる。プリキュアスマイルチャージ。太陽さんさん、熱血パワー。遊び方の説明を見るくる。正解のカードがどこにあるかを当てるくる。はじめに正解のカードがどこにあるか教えるくる。カードが裏返しになって場所が入れ替わるから、正解のカードがどの場所にあるか当てるくる。間違えた数が少ないと成績が良くなるくる。よーい、スタート。やるやんか。やったね。協力してくれてありがとう。
きを呼んでいくで。待て、フック船長。そこへ二人の妖精が飛んできました。異変を感じたピーターとテンクが戻ってきたのです。ピーターパンたちが戻ってきたくる。これでこっちが有利やな。さあ、どないする、フック船長。ほな続きを呼んでいくで。うん、ピーター、こんなに早く戻ってくるとは。ピーターに気がついたフック船長は子供たちを諦めて逃げていきました。ウェンディ、君がいてくれて助かったよ。ありがとう。ピーターはウェンディにお礼を言いました。これからもネバーランドで一緒に暮らしていきましょう。ティンクは言いましたが、ウェンディにはそれができません。彼女には帰るべき家と、ウェンディの帰りを待つ家族があるのです。ここでの生活はとても楽しいわ。でも私はそろそろ家へ帰らないと。ウェンディの言葉を聞いた子供たちは残念そうな顔をしました。そんな中、ピーターが言います。落ち込むことなんてないじゃないか。また遊びに来ればいいんだから。そうよ、その時はまた私たちが迎えに行ってあげるわ。ウェンディはまた遊びに来ることを子供たちと約束し、ピーターとティンクと一緒に自分の家へと帰っていきました。絶対にまたネバーランドへ遊びに行くわね。家へ着いたウェンディがピーターとティンクに言いました。もちろんよ、また迎えに来るわ。その時まで元気でいてね。そう言うと二人の妖精は夜空の中へ消えていきました。めでたしめでたし。キャンディーもネバーランドまで飛んでってみたいくる。うちは飛べるようになったら月まで行ったるで。おめでとうくる。新しい遊びができるようになったくる。あんまり遅くまで起きてちゃダメだよ。バッドエナジーの力で変わってしまったお話を元に戻すために一緒に手伝って。それじゃあ行くよ。準備はいい？ウサギとカメの勝負のお話だね。この絵本にはバッドエナジーがかかっているくる。そのせいでお話の内容が変わってしまっているくる。それは良くないね。私たちにできることなら何でもするよ。どうすればいい？お話を読んでいって、お話がおかしくなっている場所を見つけるくる。そうしたらプリキュアと協力してお話を元に戻してほしいくる。なるほどね。力を合わせればきっと絵本を元に戻せるはず。それじゃあ絵本を読み始めるよ。ウサギとカメ。ある日のこと、ウサギが走っていると一匹のカメを見つけました。カメがあまりにノロノロ歩くので、ウサギはカメに聞いてみました。おいカメよ、お前はどうしてそんなに遅いんだ？するとカメは、競争をすれば私が勝ちますよ、と答えたので、そんなに言うならやってみようじゃないか、とウサギは答え、この2匹は競争をすることになりました。ウサギさんの方が足は速いくる。カメさんが勝てるわけないくる。やっぱり、かけっこはフェアじゃないと思うな。よし、こうなったら
カメの助っ人として私がウサギと競争するよ。ダメクル、そんなことをしたらお話が変わるクル。それじゃ続きを読んでいこう。そして競争の日、審判の狐が競争開始の合図を出しました。たちまち足の速いウサギがカメを引き離します。ウサギさんすごい速さくる、どんどん先へ行くくる。それじゃ続きを読んでいこう。なんだ、カメのやつは口だけじゃないか。ウサギはどんどんスピードを上げて走りました。すると突然目の前に大きな岩が現れました。うわー、ウサギは慌てて岩を避けますが、岩は次々と現れました。もしこのままウサギが走り続けて岩にぶつかったら大変です。ちょっとちょっと、急にコースが危なくなったよ。もしかしたらバッドエナジーの影響でお話が変わっているかもしれないクル。このままだとウサギさん岩にぶつかって大怪我しちゃうクル。私たちで何とかしないといけないね。でもどうすればいいの？走っているウサギさんに避ける方向を教えてあげるクル。そうか、走るのは得意だし私に任せてよ。チミもプリキュアを手伝ってあげるクル。準備はいいクル？では始めるクル。遊び方の説明を見るくる？よーいスタート！やったね！やった！その調子！やったね！やった！その調子！頑張れ！やったね！やった！その調子！よし！ゲームクリアだよ！すごい！完璧だ！やったクル！キュアデクルを見つけたクル！見つけたデクルは不思議図書館で見られるクル。ようやく走り抜けられたね。手伝ってくれたおかげだよ。これでお話が少し元に戻ったはずクル。でもまだどこかにバッドエナジーが残ってるクル。きっともっと先のお話なんだクル。続きを読んでみるクル。わかった、早くバッドエナジーを浄化して正しいお話に戻してあげよう。それじゃ続きを読んでいこう。ゴールが見えてきた頃、ウサギは後ろを振り返ってみました。するとカメはまだスタートの近くをノロノロ進んでいます。話にならないな、昼寝でもするか。ウサギはその場で横になりぐーぐー眠ってしまいました。眠っている間もカメは歩き続けます。こらこら、勝負中に寝ちゃダメでしょう。カメさんはまだスタート地点にいるくる。ちょっとくらい眠っても問題ないくる。そういうことじゃなくて、最後まで真剣に直球勝負しないとダメだよ。わざと手を抜いたり余裕を見せたりしたら痛い目に遭うんだよ。それじゃ続きを読んでいこう。さてここはウサギの夢の中です。ウサギはそこで綺麗なお花畑を見つけました。カメのやつに花束でも作ってやろう。このまま負けたんじゃあまりにもかわいそうだ。そう考えたウサギは早速お花摘みを始めました。負けたカメさんへのプレゼントを作ってるくれ。まだ終わってないのにウサギはかけっこで勝った気でいるんだね。それじゃ続きを読んでいこう。
ところがウサギがお花を摘もうと手を伸ばすと、お花たちは素早く地面に隠れてしまうのです。何度手を伸ばしても結果は同じ。ウサギは困ってしまいました。これではいつまでもお花を摘めません。なんかお花たちの動きがおかしい気がするんだけど。これもバッドエナジーの影響くる。このままじゃウサギさんが夢から覚めないくる。なんとかしないと。何か考えはある？キャンディ、変身するくる。プリキュアの力を分けてあげるくる。よし、変身だね。絵本のために直球勝負だ。スマイルパクトにキュアデコルをはめるくる。プリキュアスマイルチャージ。勇気リンリン直球勝負。キュアマーチ。遊び方の説明を見るくる。上に出ているお花と同じお花を摘むくる。お花が咲いたらなくなる前にタッチして、どんどんお花を摘んでほしいくる。摘むお花を間違えると花びらが一枚なくなるから注意するくる。間違えた数が少ないと成績が良くなるくる。よーい、スタート。やったね。やった、その調子。やったね。やった、その調子。やったね。クリアまでもう少し頑張れ。やった、その調子。次に花束を作るくる。遊び方の説明を見るくる。花束を作るくる。お花を置く場所が光ったら消えるまでにタッチして、どんどんお花を置いていくくる。光が消えても失敗にはならないから、時間が来るまでいっぱい花束を作るくる。たくさん花束を作ると成績が良くなるくる。よーい、スタート。惜しい。
たでくるは不思議図書館で見られるくる。やったくる。バッドエナジーが少し弱まったくる。やったね。協力してくれたおかげだよ。ありがとう。それじゃ続きを読んでいこう。どれだけの時間が経ったでしょうか。摘んだお花で花束を作ったウサギはようやく夢から目覚めました。思ったよりも長く寝てたくる。ちょっとまずいかもしれないくる。それじゃ続きを読んでいこう。しまった。飛び起きたウサギは慌ててゴールへと走り出します。いや待てよ、亀のやつは遅いからまだ後ろにいるはずだ。ウサギは思いました。ところがゴールについてみるとそこには亀がいたのです。お前どうしてここにいるんだ。そりゃあなたより先にゴールしたからですよ。ウサギさんが亀さんにかけっこで負けたくる。信じられないくる。あらら、ウサギとしては相当恥ずかしい結果だよ。それじゃ続きを読んでいこう。亀はウサギが眠っている間にウサギを追い越してゴールしていたのです。なんてことだ、この俺が亀に負けてしまうなんて。落ち込んでいるウサギにキツネが歩み寄って大きな花束を渡しました。なんだこれは。ウサギが聞くとキツネは答えました。君が遅いから亀くんと一緒に作っていたんだ。それをあげるから元気を出しなよ。ウサギは亀をバカにしたことと居眠りしたことを深く深く後悔したのでした。めでたしめでたし。やっぱり途中で寝ちゃったのがいけなかったくる。一瞬の油断が勝敗を分ける。だから私はいつでも誰とでも直球勝負なんだよ。さすがナオクル、かっこいいクル。おめでとうクル。新しい遊びができるようになった。